モンハンシリーズの中でも得意な位置づけにあるトライシリーズ。どうして水中戦がなくなったのか、サードにはなぜ G 級がなかったのか、その疑問について考察していくぜ。ねえ、マリサ、どうした？霊夢にしては珍しく、何やら考え込んでいるようじゃないか。珍しく、は余計よ。トライシリーズについていろいろと疑問があってね。疑問？水中戦があったモンハンってのは知ってるんだけど、以降のシリーズでは水中戦はなくなったわよね。賛否両論あったからって話も見かけるけど、実際のところどうなのかなって。水中戦は確かに賛否両論あったな。ただ、別にそこまで不評だったわけでもないし、水中戦が好きだった人もたくさんいるんだ。私も水中戦が復活したら嬉しい派だしな。そうなの？あと、サードって何だったのかしら。トライとトライ G の間に発売してるけど、他のシリーズにはないわよね。こういう位置づけの作品。ああ、確かにトライシリーズは他のモンハンシリーズと比べても、風変わりなシリーズなんだよな。だが、それには理由があると私は思っているぜ。水中戦がなくなった理由もわかるの？まあ、私の個人的な考えも含んでいるけどな。聞きたいわ。じゃあ、今回は水中戦が消えた理由と、サードに G 級がなかった理由について、私なりの考えを話していくぜ。トライという作品の前提について語ってから、水中戦やサードの話をすることになる。わかったわ。私でもわかるように噛み砕いてね。まずはトライという作品の大前提の部分について、私の考えを話すぜ。大前提？トライは、それまでのモンハンとは違う。いわば新しいモンハンとして作られた作品ということだ。新しいモンハン？当時の最新作なんだから新しいに決まってるじゃない。そういう意味じゃないぜ。トライはセカンド G までのモンハンとは違う、新しい方向性を目指したモンハンだったってことだ。そんなに今までと違ってたっけ？まず大きいのは、武器やモンスターのリストラだな。セカンド G までは増えるだけだった武器種が初めて削られた。なくなったのは双剣、狩猟笛、ガンランス、弓だったぜ。棒ガンもパーツを選んで組むカスタム性に変わったんだ。さらに言えば、モンスターが大量にリストラされたのもトライが初だ。それは、めちゃくちゃ大きい変化ね。さらに、生態がゲーム内容に反映され、モンスターに命が吹き込まれたぜ。これにより、大型モンスターがいるのに暴れ回る小型モンスターという現象が減り、それぞれのモンスターが生き延びるための工夫を見せるようになった。まあ、生態の反映によってより攻撃性が際立ったモンスターもいたけどな。モンスターたちの行動が、よりリアルになったのね。ちなみにだが、世界観もだいぶ変わっているぜ。セカンド G 以前のシリーズはテーマ曲の雰囲気も含めて、試練や挑戦などの不正的なテーマが強調されていたんだ。だが、トライは一転して母性的なテーマを内包していた。テーマ曲を聴いてもらうとわかりやすいが、トライのテーマ曲、命あるものへは、自然の雄大さと同時に、生きとし生けるものすべてを包み込むような優しい感じの曲になっている。確かに、聴いていると優しい気持ちになってくる曲だわ。こういった理由から、私はトライが新しいモンハンとして作られたんだと考えてるんだ。トライで行った大幅な変更は、初代モンハン以来の大きな挑戦だったんだぜ。まさにトライ、だな。うまいこと言うわね。それで、うまくいったのかしら？うまくいった部分もあれば、いかなかった部分もある。成功か失敗か、という一言では表現できないぜ。どういうこと？挑戦したんなら、成功か失敗かのどっちかでしょ。モンスターのリストラや生態の仕様、世界観に関しては成功だったと言える。だが、武器種のリストラは批判を受けることになったんだ。トライを通して、カプコンは変えていいことと変えちゃいけないことを学んだんだと思うぜ。確かに、シリーズごとに出たり出なかったりするモンスターはいるし、世界観も違うわね。それに、愛用している武器種が出てこなかったらショックが大きいのもわかるわ。次に活かせる部分が多かったわけだな。ただ、トライは新しいモンハンの試金石になった代償として、批判の声も大きくなってしまったのも事実だぜ。複雑な気分だけど、新しいものに批判はつきものよね。そして、その批判が大胆な挑戦の一つだった水中戦にも向けられた、というわけだな。確かに、水中戦は大胆だもんね。水中戦って、変更というより追加された要素って感じだけど、どういう狙いがあったのかしら？ここからは水中戦について話していくぜ。新しいモンハンのトライは、主要の場を水中まで広げました。ってことじゃないの？それもあっただろうが、それだけじゃないんだ。どういうこと？モンハンというゲームはセカンド G で一度完成したんだと私は思っている。完成って割には、セカンド G 以降もたくさん作品ができてるけど、セカンド G は初代から始まった、初期シリーズの集大成という意味だぜ。そういうのをトライで一度リセットしたのはわかるんだけど、水中戦はどういう意味なの？水中戦は、縦方向への拡張要素の第一弾だぜ。縦方向、聞いたことある気がするけど、どういう意味だっけ？セカンド G までのモンハンは、戦闘が平面の上で行われていたんだ。
段差を利用する要素もないわけじゃなかったが、一部のモンスターの一部のシチュエーション程度の扱いだった。そもそも、段差を使ったジャンプ攻撃もなかったしな。確かに、昔のモンハンは平坦な地面の上で戦ってるわね。だから、新しいモンハンとして作られたトライは水中戦が追加されたんだ。水中だと、これまでの戦闘にはなかった高低差が生まれるし、回避方向の選択肢も上下が増えるからな。なるほど。そう考えると画期的ね。ロボットアクションゲームの地上戦と空中戦みたいな？言われてみれば、近いものがあるな。私、そういうの苦手なのよね。上下の移動とか考えると、どうしたらいいのかわからなくなっちゃって。当時、水中戦に触れた人の中にも、そういう感想を持った人がいたんだ。従来の陸上での狩猟とは操作性も速度感も違うからな。モンスターとの距離感をつかみにくかったりもした。水中でも陸上と変わらないキレッキレの動きってことはありえないもんね。それに、酸素ゲージという独自の制約もあったんだ。すぐに尽きるわけじゃないが、制約の存在が気になってしまう人もいただろうな。わかるわ、常にゲージをチラチラ見ちゃうのよね。新しいゲーム性にとっつきにくさを感じた人も一定数いただろうし、水中戦に対する批判の理由はそういうところから来ていたと思うぜ。私も、当時からモンハンに触れてたらそうなってたかもしれないわ。ただ、水中戦がダメだったわけでは決してないんだぜ。慣れるまでは大変だったが、だんだんと水中ならではの戦い方や水中だからこそ生きる武器種なんかも分かってきて、ゲームの幅が格段に広がったからな。それに、水中をメインに活動しているモンスターと戦うっていうシチュエーションは扱ったしな。いいところもたくさんあったのね。でもそうなると、なおさらわからないことがあるんだけど、サードの存在だろ？そこなのよ。水中戦が十分に面白かったのに、水中戦のないサードを次に出す理由が余計にわからなくなるわ。サードに G 級がなかった理由もわからないし。それじゃ、次はモンハンシリーズの流れにおける、サードの位置づけについて触れていくぜ。なんでサードに G 級がなかったのかも考察していくぞ。助かるわ。気になって夜しか眠れなくなるところだったの。霊夢のベタすぎるボケをスルーしたところで、サードの話に移るぜ。スルーしたなら触れないでほしいんだけど。で、サードって何だったの？まず言っておくが、トライのハードは Wii なんだ。セカンド G まではプレステ2とか PSP で、大胆に切り替えたのね。さっきの話を踏まえるとこれも挑戦だったのかしら？私はそう見ているぜ。このハード以降は、ゲーム内容と同じか、それ以上の冒険だったと思っている。Wii は気軽にオンラインに繋げられるハードではあったが、アドホックで友人とかを付き合わせてプレイするモンハンの流れを断ち切るわけだからな。確かにそうね。遊び方も変わるだろうし、そもそもハードが変わったら買わないって人は多そうだわ。トライは挑戦だらけね。そこで、トライと並行して作られたのが、サードだったんじゃないかと私は考えているぜ。言い方が正しいかはわからないけど、安牌を確保したってことかしら？そういうことになるだろうな。サードはセカンド G までの流れを踏襲しつつ、トライの要素も部分的に取り入れたモンハンだった。アドホック通信による複数人同時プレイというプレイスタイルも変わっていない。そしてサードはプレイヤーからもかなり好評だった。すでに完成されたものをベースに作るわけだから、約束された勝利のゲームだったわけだぜ。新しいモンハンと今までのモンハンを両方出せば、確かに安全かも。すごい展開の仕方をしたもんだわ。ここに関しては、バイオハザードシリーズの反省を生かしたんだと思うぜ。バイオハザード？トライよりもだいぶ前の話なんだが、カプコンはバイオハザードシリーズを、任天堂のゲームキューブに独占供給すると発表したことがあるんだ。あれ？でもバイオハザードって、今も普通にプレステでできるわよね。ゲームキューブ自体が振るわなかったこともあって、ゲームキューブ版のバイオハザードは売れ行きが良くなかったんだ。人気シリーズを、急に特定ハードに独占供給するのは危険って教訓を、カプコンはここでいたんじゃないかと思っているぜ。そんなことがあったの。って、妙に詳しいわね。私も、バイオハザードをやり続けるためだけにゲームキューブを買ったからな。プレステ2でシレットバイオ4が出た時は泣いたぜ。今も泣いてるわよ。感は9代だ。要するに、水中戦が不要だったからサードには水中戦がなかったという人が当時からいたが、それは違うと私は考えている。新しいモンハンを目指したトライは内容、ゲームハードともに大きな挑戦であり、挑戦にはリスクがついて回る。そのリスクを軽減するために、従来のモンハンもほぼ同時に開発した。というのがサードに関する私の見解だぜ。なるほどね。それなら合点がいくかも。だからサードには G がないんだ。サードはもちろん名作だが、新しいモンハン、次世代のモンハンはあくまでトライだからな。だからこそ、トライ G を 3DS で発売し、4からダブルクロスまでの流れを作ったんだろうぜ。
そういえば、トライとトライ G ってデータの引き継ぎができなかったのよね。GQ 解説の動画のコメント欄で見かけたわ。あの動画では、G は無印のデータを引き継げると断言していたが、トライとトライ G の流れは完全に見落としていたんだ。申し訳ない。コメントしてくれた視聴者さんに感謝するぜ。ありがとうね。話を戻すぜ。Wii から 3DS への移行という、ハードの壁が厚く、トライシリーズはセーブデータ引き継ぎができなかったわけだが、トライで削除された武器種がトライ G では復帰していたりもするし、データの引き継ぎができなかったことで、逆にゲーム性が広がったと私は思っているぜ。不便な点ばかりではなかったのね。そして、トライの流れを組むトライ G では当然、水中戦が続投したんだ。賛否両論だからなくなったわけではなかったのね。賛否両論あったのは事実だが、掘り下げるとこういう理由が考えられるんだ。さて、ここまで私の考えを話してきたが、内容をまとめるぜ。ありがたいわ、そろそろ限界だったの。水中戦という要素は、失敗したからなくなったと思われがちだ。これはトライが、いろんな意味で大きな挑戦をした作品だったからだぜ。モンスター、武器種のリストラに、世界観、生態、水中戦、いろんなものが変わっているもんね。ゲームハードもな。セカンド G で完成したゲーム内容を大幅に変更したわけだから、代償として批判も浴びることになったわけだな。結果的に、水中戦の要素の批判も大きく見えた部分があるのは間違いないだろう。新しいものに批判はつきものってことだな。そこで安牌として、サードが発売されたのね。挑戦のトライと、安定のサードを同時に作ったわけだ。サードはセカンド G までの完成したモンハンを引き継いだ作品だった。だからこそ、トライに批判的だった人たちの、モンハンはこうでなきゃ、やっぱり水中戦はダメだった。という考えを強化してしまった部分もあるだろうな。そうなる気持ちはよくわかるわ。だが、サードはあくまで従来のモンハンであり、次世代のモンハンではなかったんだ。だから、トライの流れを組むトライ G が発売され、水中戦も続投した。というわけだな。あれ？どうした？じゃあ、どうして水中戦は4に残らなかったの？水中戦はあくまで、トライ、トライ G 独自の要素だからだろうな。引き継ぐ予定がなかったってこと？そうだぜ。モンハンはだいたい1年半おきに新作をリリースするのが通例だ。当然だが、トライ G の開発中の段階で4の企画はとっくに決まっていて、制作も始まっているだろうぜ。水中戦はゲームのコンセプト段階で詰めるレベルの大きな要素だから、評判関係なく4には入らなかったんだと私は見ている。なるほど。じゃあ、4は4で独自の要素があったの？というか、以降のモンハンは例外なく、シリーズごとの新たな挑戦を続けているぜ。4シリーズは段差を利用したジャンプ攻撃と乗り、クロスシリーズは狩猟スタイルに狩り技、ワールドシリーズはマップや仕様の大幅変更にスリンガー、クラッチクローだ。4の乗りはクロスとかワールドにも残ったわよね？そうだな。だが、ギルドクエストや発掘武器などの新要素は 4G までなんだ。クロスの狩猟スタイルもワールドには残らなかったし、ワールドのスリンガーはライズには受け継がれなかった。残すものと残さないものをかなり吟味している感じね。じゃあ、ライズの要素はかけり無視？そういうことだと思うぜ。トライ以降のモンハンは、うまいこと新要素の足し引きを繰り返しながら今も進化を続けているんだ。こうして振り返ると、たくさん進化してきたのがわかるわ。批判を受ける要素ももちろんあるが、ゲーム業界を見渡してもここまで安定を保ちながら進化しているゲームも珍しいぜ。確かにそうね。ということで、トライシリーズと水中戦の話は以上だぜ。いろんなことを話してきたが、霊夢の疑問は解消されたかな？すっきりしたわ。トライを作ってた頃は、カプコンも大変だったでしょうね。メーカーもプレイヤーも、モンハンを愛する人たちはみんな大変だったと思うぜ。ハードも変わったし、オンライン環境も変わったしな。そのおかげで、今のシリーズがあるってことなのね。でも、ちょっと気がかりが残るわ。うん？説明に手落ちがあったか？そうじゃなくて、かけり虫も、サンブレイクの次の作品ではなくなっちゃうのかなって思ったのよ。便利すぎて、なくなったら泣くかも。これまでの流れからして、かけり虫がなくなってしまう可能性も十分にあるな。ただ、何らかの形で移動の利便性は残すと思っているぜ。アイスボーンのモンスターライドも、ガルクという形で残ったからな。なるほどこう来たか、と思わされるのを、私は今から楽しみにしている。それを聞いて安心したわ。おかげで今夜はぐっすり眠れそう。毎晩爆睡してるだろ、とは言わないでおくか。水中戦やトライシリーズのことが整理できた人は高評価を。モンハンに関するいろんな解説や考察もしていくから、チャンネル登録よろしくな。水中戦とかサードとか、当時のモンハンの思い出があったらコメントしていってね。ご視聴、ありがとうございました。私たちが何気なく走り回っているモンハン世界には、興味深い世界観や裏設定がたくさんあるんだぜ。作中の組織に関する黒い噂の設定から、規格外の生物が闊歩する世界ゆえの、スケールの大きい設定までよりどりみどりだ。
こういう裏話は、普通にプレイしているだけじゃわからないんだよな。モンハンというコンテンツをより楽しむための面白い知識を、みんなで共有していこうぜ。次回、モンハン世界の裏設定6選。ゆっくり見ていってね。